乾杯しましょう。いやー、お疲れ様でした。いやー、お疲れ様でした。お疲れ様です。コンペ飲みながらこう撮るっつうのもやりたいね。ね、コンペ。コンペ。もう一度コンペ。コンペ。めっちゃうまいこれ。あ、久々に飲みましたね。飲んだ？酒全然飲まない。全然飲まないです。やっぱあれだね、鹿の湯に浸かった後の酒は美味しいね。ああ、美味しいですね。そうね、うん、これちょっとライブしたこれも、何でしょう。あ、そうそう、忘れてた。まだ、これもみんなに買って。千本松牧場のヨーグルトです。これあれだね、後で会計しようか。俺払ってると思う。あ、そうだっけ。 あ、うん、あ、そうか。あ、そうだ、全然いいでしょ。うん、これ冷凍、なんか入れとく？ここいいね。これさ、もう冷蔵庫しまっといていいですよ。俺の分食べてください、どうしよう。いやいやいや、もう一回買えだけ。いやいやいや、行っちゃおうよ。今この感じすげえ、力抜けて開発してるけど大丈夫ですか？これでいいですか？こんな感じ。全然大丈夫。こんなでかいんだ、うん、でかくない？なんかじゃんけんですよ、じゃんけん。チーズじゃんけんします。3つのチーズの味かけます。サラミと、うん、ブラックペッパーと、はいはい、それからカマンベール入りチーズね、うん、もうカマンチーズなのにカマンベール入りっていうちょっと矛盾したようなね、うん、もんですけど、はい、じゃこれかけてちょっとじゃんけんしたいと思います。じゃんけんします。最初はグッジャンケンブッケー。最初はグッジャンケンブッ。あいこでしょ、あいこでしょ。じゃあ自分はこれもらっちゃいます。もらっちゃいます。タクヤブラックペッパーゲット。俺サラミ、サラミ。俺カマンベール出したから嬉しい。欲しかった、嬉しかった。これはいい。あ、ちょうどいいんじゃない、みんな欲しいの食べれて、うん、食べてみましょう。なんか全然開かなくね、うん、どっから開けんのこれ。これ切れ目ありますよ。切れ目ある。嘘。これはどこで買ったんだっけ。これは千本松牧場だ。そう、栃木で有名なんだ。そう、千本松牧場、ナスね。ちょっと説明してあげてよ。そっち千本松牧場噛んでるし。え、ナス塩原市で、うん、めっちゃうまいこれ。有名な牧場の一つです。なんか、うん、結構広い敷地で、うん、あの生乳のソフトクリームとか食べれるし、うん、あと何なんだろう、あんまりよく分かってないんですけど、まだあれって生乳っていうの。生乳って言わないの。生乳、生乳生乳だよね、生乳ですよね、皆さんね。生乳って言ってほしいんですけど、ね、生乳って言わないんだね。これでしょ、生乳仕立てヨーグルト。生乳なんだね、これ、生乳。生乳じゃないですよね。こういう、今日はポテチもナス、牛、に。ナス、牛、に。てか、開かないんだけど。どこ、あ、これかな、これていうかめっちゃ美味しいよ、これ。これあったあった、ごめんごめん、あいたあいた。本日マジでうまいです、これ。よいしょ。あいたあいた。よいしょ。ムキムキして。食えたわけがすまなかったから。来なかったね。ナスは来なかったね。ああ。まず選択肢なかったでしょ。ない、うん、全然ないね。うん、自分のナスとは思わなかったでしょ。そうっすね。まさか自分がナスにいたの。うん、俺がナスにすると思わなかったね、うん、ちょっとご縁があって今いますけど、皆さんナスはいいところなんでぜひ住んでください。おすすめです。です。いやいやいや、韓国でこれどうやってやるの。これこういうの。これに聞くの、韓国の。これなんかね、うん、あのちょっとやりましょう、うん、でぎこちだね。あ、こうやってやるんだ。へぇ、多分そう、わかんない。ドラマかなんかで見たやつ。あの全然知らないです。純粋日本人です、僕は。うん、詳しいよね、今日ね。詳しい。今日聞いたと思いますけどね、話す的には、ね、本当に、うん、詳しいよね。たまたまね、ちょっと韓国ご縁があって、うん、おばさんが韓国の、僕のおばが、父方のおばが、うん、韓国人の旦那さんがいるんで、うん、
まあ、ちっちゃい頃最初に行った国が韓国です。はいはい。うん。だ縁があってね、いろいろ。今韓流ブームだけども、その前からずっと10代20年ぐらい前か。うん。今から。初めて。冬ソナタより前じゃない？ん？冬ソナタより前じゃない？あ、冬ソナタぐらい？冬ソナぐらい。うん。ちょうど。うん。だちょうど韓流第一次韓流ブームぐらいの時に、うん、韓国行ったわけです。その時の韓国は盛り上がった？いやそういうのなかったね。そうだって日本が盛り上がってたけど別に韓国は、うんうん、そんな別になるほどね、うん、日本がたまたまユンソナに盛り上がってたわけだから、うんうん、ユンソナね、うん、あれユンソナだよねあれ、うん、冬ソナうんで日本語がチェジュだもんねチェジュかあユンソナどっかで行ったの、うん、ユンソナさんっていう芸能人いるよあえそれから今俺が出てきたの、うん、ちょっとよく分かってないですよいきなり出てきたからうんうん、でもうまいこのうまいこれ茄子これ茄子牛の茄子牛ねだってこれ450円すんだろそっかポテチで450円うん普通に考えたらやばいっすね倍量ようん高いっすね倍量か見た目普通っすけどねうんうんあうまいねうんうまいだけど韓国のK-POP が好きなのね K-POP が大好きですうんグループは一番はやっぱりビッグバンですねいつ作ったんだろうビッグバンどうだったかビッグバンっぽくないやんどういうことやなんでビッグバンなのビッグバンは高校生の時にそのなんかのライブの、うんトップさんを見てめっちゃこの人かっこいいってなってああトップさん入りしたんだねそうそっからどんどんなんかメンバーのこと知りたいなってなって、うん、最終的に今ジオンですね一番好きあれジオンって一番マッチョな人マッチョ硬い人一番ちっちゃくてあのリーダー的存在ああ分かった分かったちょっと目が細い人そうですうん、うん、リバイスリバイリヴァイ。あ、ジオンがさ、G ドラゴンね。ああ、そうそうそう。ごめん、一致しなかった、今。あそうだね、ジオンって言い方をするんだもんね。うん、そう。ごめん。G ドラゴンがジオンね。うん。オッケー。リヴァイ兵長似てるよね。似てる。似てますよね。似てる。リヴァイ兵長かっこいいからね。かっこいい。まあ、ごめんなさい、いきなり進撃の巨人ですけど。確かに。まあ、韓国の話だからね、うん、これは、あくまで。うん、トップから、ジオンに行くまでに、他に行かなかった。いやもうトップ一筋でしたね。あ、そうなんだ。で、うん、そっから、うん、その最後のトップさんの最後のライブ、うん、DVD を見たときに、うん、G ドラゴンのその金髪の時がめちゃくちゃかっこいいなと思ってこの人。はいはい。それで、まあ、トップさんに悪いんですけど離婚しちゃいました。なんか性格が出てるよね。なんかね、そう悪いんですけど。悪いんですけど。トップさんも好きやってことだもんねトップさんも好きですよそういうことだよね間違いないからそういうことだよね、うん、だからグループを押してもらうってことでしょグループ押してもらうジオンが金髪の時だった曲って何流行った時何うんその時はバンバンバンとかですねおービッグバンあ、それかえそれ違います違うよね違うあ、あれそうなんか何か違うよねなんか出た The Big Bang ってやつそれじゃないのあのバンバンバンってやつですあバンバンバンかそうですバンバンバンってやつでしょうんあった、うんうんうん、とかラストダンスとかがラストダンス全部一緒やん曲全部一緒やんそうちょっと流した方がいいんじゃないこれ流さない流しなくてラストダンスラストダンスです。ハルハルとかは古い。ハルハル古いですね。大学の時だ俺。そう。めっちゃ流行った。いや、ファンタスティックベイビー。それはファンタスティックベイビーでしょ。うん。あれ古い。まあ、あれは古いですね。まあ古いね。バンバンバンモンスターとか新じゃん。いやバンバンバンも、もう今はちょっと古いですけど。うん。言うても13年前とかですかね。新しいね。だ。盛りました。5年ぐらい前。ちなみにさ、ジオンが最近帰ってきたじゃん。はい。その帰ってくるその間はビッグバンは動いてたの？動いてないです。動いてない。休止してると思うんですよ。今動いてるでしょ？おいしい。今は
活動してるんですかね。してないと思うんですよね。あ、そうなんだ。ソロとかで動いてるんですか。動いてないですね、多分。ビッグバンか。それこそジオにめっちゃ憧れてる子がいて、一人、大学の時に、だから服装とかさ、髪型とか真似してさ、ちょうど小柄でさ、細くて似てたんで、ちょっと背丈は。はいはいはい。おしゃれだったから、すごい似合ってた。流行ったもんね、やっぱね。流行りましたね。24/7 行ってみたい。じゃあ逆に、ケイタ君は最後、帰っちゃうから。うん。ちょっと話聞こうかな。韓国ドラマの何が一番良かったですか？韓国ドラマは、結構好きなの多いんだけど、一番最近見たのは、見終わったのはキム・ヒッションなんですよ。うん、キム・ヒッションは一体なぜ？何が面白かった？あのね、なんていうのかな。なんかね、ちょっとヨンジュンの副会長の、ちょっと家族にも、もう長年言えないぐらい自分で子供時代に感じてたことを、家族にも嘘ついて、自分にも嘘ついて、自分でもいろいろ家族に気遣って、で生きてきたみたいなところがあって、なんかすごいそのなんか40の辛かっただろうなっていうところに共感したりとかすることもあって。なるほどなるほど。でも可愛いのは副会長っていう立場なのに恋愛が全然下手っぴだし、キム・ヒッションも仕事はできるのに恋愛になるともう全然こう確かに積んでるじゃない。あの二人の掛け合いがすごいキュンキュンして、ちょっとね、20〜30代におすすめの恋愛系ですね。確かに、だけど、もうちょっとこう30代、40代ぐらいにおすすめなのが、愛の不時着。ああ、でも、ご主人公、愛の不時着ってやっぱそれぐらいじゃない、じゃないかなと思う、俺はね。ちょっと若すぎると、あの恋愛ちょっと理解できないんじゃないかな。ああ、なるほどね。そこまでもうなんかね、多分若いとあそこまでしなくていいんじゃない、もういいよ、もうさっさと身を引いちゃおうよみたいな場面っていっぱいあるから。ああ、確かに。違うんだと。確かにね。で、あの出会いがあったから、こうあそこまで発展させられるんだみたいな、なんかさ、なんかこうちょっとねっとりした恋愛でもあるから、若干大人の、そうだね、確かにねっとりした恋愛でもあるね、ちょっと重いじゃん、その重さはやっぱりある程度経験を積んでる 30〜40代じゃないとわからないところあるから。なるほど。でもあれ良かったわ。確かに 30〜40代に受けてる、あれだね、ドラマ、そう、だから拓也とかはちょっと早いかもしれない。本当ですか。まだ見てないんですよ、この人。まだ見てないんですよ。ちょっと早いかもしれない。最初だったらあれじゃないですか、キム・ヒッションとかやっぱそれぐらい。そうだね。イテウォンクラスでいいんじゃない。ああ、そうだ。あと、ジレッタイ・ロマンス。ああ、知ってる？ここの見てない。見てないですか。ジレッタイ・ロマンスもよかった。俺好き。あれがあっちの方がいいかも。そっち一番ライトな、ライトでポップで可愛い恋愛。結構正統派な感じ。そうなの。何で見れるの？アマゾンプライムは見れますね。ネットフリックスも見れるのかな。ジレッタイロマンス。ジレッタイロマンス。初めて見ました。あれ良かったわ。ジレッタイ。ハッタピッペ。一緒やって。さてさて。てか大丈夫？これおかしい。持って帰って。全然大丈夫。大丈夫。うん。じゃあすみません皆さん、ちょっと僕は先に失礼します。